いつもですね、私のコーナーの時は私の恩師の古賀先生の古賀メロディーを歌わせていただいているんですけども、彼は年齢的にね、ちょっと古賀メロディーはどうかなと思って聞いたら、なんと歌えるということでしたので、今日は湯の町エレジーを歌っていた。まず最初に日本語で一番だけ自己紹介、はい、ごめんなさい、じゃあ自己紹介お願いします。はい、皆様 お久しぶりです。ただいま横浜市民になったばかり、ウィリーと申します。じゃあこれから歌わせていただきます。ご挨拶終わり、それで、はい、はい、それじゃあ湯の町エレジーをまず日本語で一番だけお願いします。絶対この歌は昭和23年に、戦後まだ3年ですよね、で古賀メロディーとしても超大ヒットした近江敏郎さんの、皆様ご存知だと思いますけれども、大ヒット曲なんですけども、昭和23年ととても生まれまだ生まれてませんよね、全然ね。なぜ知ってるのか、その理由を教えてください。なんとね、この曲は昭和44年私は2歳の時ね、台湾で大ヒットになりました。おまけにこの歌をテーマにして映画も出しましたよ。はい、あの時からずっと今までもずっと歌い続けられています。はい、じゃあこれから今からちょっと皆さんに聞いていただきたいと思いますけれども、台湾語バージョンで、はい、よろしくお願いします。要比肩乱挂，流浪到几位？爱娘已经浮舟山，伴阮地土开。绝情点点来离开，期待愈大愈来，流出伤心泪。はい、ありがとうございます。なんか日本人よりも日本の心を知ってるような歌い方ですよね。ありがとうございました。それでは皆さんと今度はご一緒に1番と3番を日本語で歌いたいと思います。プログラムの裏に書いてございますので、1番と3番を一緒に歌いましょう。ではお願いします。伊豆の山や
yourself, you know, Kemuri. Ah, Hatsukoi no Kimi o tazunete koyoi mataお願いします。台湾から来ましたウィリーさんでした。もう一度盛大な拍手をお願いいたします。ありがとうございました。